はい、こんにちは。じゃあ自己紹介、僕から。再造のエクストリームの、金井と申します。よろしくお願いします。はい、はい。映画評論家の江戸木潤です。この再造エクストリームレーベルにはですね、いろいろなこう買い付けの、協力だとか、宣伝のキャッチコピーの協力だとか、いろいろちょっと、深く関わっていまして、今日はその辺のを含めてこの作品の裏事情もちょっとお話できるとこまでしたいと思います。そうですね、YouTube だからちょっとカットされちゃうんで、はい、じゃあお願いします。はい、で早速なんですけど、はい、今回は食人族、ついに 4K リマスター、無修正完全版。すごいことだと思う。すごいですね。40年ぶりの日本公開ということなんですけど、そうで、はい、要するにエクストリームレーベルが、やるべきというかね、これはもうエクストリームをやらなきゃいけない映画だと思うね、これ。そうですね。とにかくその映画史上の中のエクストリーム中のエクストリームだから、この映画がね、で1980年に作られた映画なんだけど、日本公開は1983年で40年前、はい、40年前、今からちょうど当時は、はい、まあ案外いろいろ修正とかも入りつつ、ただ、はい、なぜかこの衝撃の内容なのに、はい、一般映画だったとこがすごいよね。だから一般映画だから、僕は当時高1だったんですよ。うん、これも当時女の子と一緒に見に行ったんですね。もう記憶すごい覚えてる。もう串刺しのポスターを見て、絶対行こうっつって、違う高校の子なんだけど一緒に行ったんですよ。これをそれですごい並んでましたよ。渋谷で見たんですけど、もう本当にずっと下向いてたその子は。見たくないと。そりゃやっぱり何度も言ったら、見てよ見て見てっつって、ずっと映画見てる最中にそれ言ってたけど、だから自分もその女の子が気になって、ちゃんとこう見れてないわけですよ。だから今回つうかその時思ったのは、人が人を食べるシーンあったじゃないですか、それよりも亀のシーンをすごい鮮明に覚えてた。そうね、だから結局この映画は、まあ言ってみれば、当時はこれ本物だ、ドキュメンタリー映画だって言って売られたんですけれども、そうね、まあ、今回も宣伝なんかではね、一応そういう形で言ってますが、基本は作り物なわけですよね。そうね、フェイクドキュメンタリー、はいはい、まあ、作り物なんだけど、その中でそこが、まあ、話題になって、そのすごいこうみんなが見に来たわけだけれども、ね、中でも、まあそういう人が人を食べるのは嘘なんだけど、はい、人が動物を食べるのは本当だから、そこは驚きましたね。もう一回今回これで見直したんですけど、本物でした。まあそこがまあ問題になったところ、一番この映画が映画史上最もこう悪名高い映画の一本と言われているのは、はい、そこの部分だよね。あ、やっぱりそうなんですか。やっぱりその動物虐待を映画の中でやってしまったということで、まあ監督自体は結局その撮影した現地の人たちがまあ日常的に食べてるものなんで、それをまあそこをまあ映画の中では登場人物たちが食べたりとかするんだけど、それは実際にその現地に住む人たちの食料だから、それを取ってもいいんじゃないかっていう発想なんだけど、まあそこはまあいろいろな人のそれぞれの、日本でもほらスッポン食べるからね。そう、スッポン食べるよね。ね、変わんないんじゃないですかと思ったりする。それは大きいか小さいかとかね。そう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 、ありますからね。まあ映画の中ではそれ以外に、まあ豚を銃で撃ったりとかですね、猿も食べますんで。猿は衝撃でしたね。そこはまあただ実際にそれも、その亀よりもさらにその猿を毎日みんなが食べてたって監督は言ってるけれども、まあそういう部分を、どう捉えるか。そうね、ただ同時にまあこれは、それをどうこうというよりは、この1980年、まあ、70年代後半から80年のところで、実際撮ってたのは79年だと思うんですけど、まあその世界でこういう作品は実はたくさん作られていて、そうね、っていうことだよね。でそれでまあ、まあ、映画史の中にこれも残っている。そうね、それでこれがね、まあ、世界中で見られているので、まあこれを、ちゃんとした形で、エクストリームが日本の劇場で上映するということはすごく意味のあることだと思います。
83年当時あの江戸木さんの原稿でも見たんですけど、江戸木さんは見てないらしいですね。なんかね、そう原稿でそう書いたんだけど、はい、どうなんで俺パンフレットと持ってんのかなと思って見たのかもしれないなって記憶ないんですね。いやそあのこれを映画館で見た、何度も見てる、その、まあ、仕事もしてるんで、はいはい、パンフにも書きましたけど、あの、はい、一番強烈なのは、うん、あの公開された数年後に日本で VHS のビデオになるのね、食人族が、ね、その時にあのここはあのある日本の、日本語字幕版を作る会社にいて、はい、でその食人族の担当を任されて、はい、で海外から送られてきたビデオのマスターテープをこれを修正もしなきゃいけないから映像のね、 そうでその作業も含めて担当したんで、うん、もう何十回も見てるんだけど、それで、ね、どこで初めて見たのかって本当はよく覚えてなくて、仕事でも見て仕事をする前に学生時代にも見てる、仕事で見た時のやつはもう完全に無修正だったから最初のやつは、はいはいはい、でそれでまあそれをねあの修正するわけですよ。 今はもう今回のはねそれ修正一切ないところがすごいんだけど、はいはいはい、そういうこうあの現地の、ねあのねおっぱいとかそういうの隠しね修正したけど丸裸で出てくるん で、ね、でそうい う、 もう細かいところまで一個一個修正すると、ね、うん、丸2日ぐらいスタジオの中に入ってこもってたと、スタジオのオペレーターの人たちがもううっざりしてきてもういやこれぐらいいいよねとか言って、でもそれこはあの保税試写室って言ってそういう作業をするところなんで、税関のところね、さらに最終的に税関がチェックするから、はい、全部やらなきゃいけないって言って、お疲れ様でした、拷問のような仕事をやったんです。お疲れ様です。だからもうあのどこがどうなんてもう全部頭の中にあるぐらい、はい、でもそれを仕事したのももうね40年近い前だから、ね、うん、まあ、まあね、細かいところは覚えてないけど、そうなりますね。でもまあ要するによくこんなものを作ったなって思いました。そうですね。ただこれって修正の部分って一番前と違うところってどことかっておっしゃればあるといいかな。修正だから無修正なんでね今回。今回はだから修正してないもん。前は修正されてたのは結構分かりやすいのがあって、そこが今回見れるよとかあるというか。その辺どうですか。それは全部見れますっていう感じですね。で結局。まあ、今いろんな映画で部屋解禁版とかいろいろ歌うじゃないですか。だからこの映画自体はそういうまあポルノ映画じゃないんで、修正されてた場面っていうのはやっぱりもうそういう部屋とか性域の露出とかっていう、まあ案外今ネットフリックスなんかでももう全部修正しないでやってるので、まあその流れでいけば特に基本的にこの映画残酷なんだけど、やってることはすごくバイオレントなんだけど、別にそこの、日本的の、まあ、修正されることって日本って基本的にこの70年代とかあたりから、うん、そういう部屋とか性器は修正するけど、バイオレンスはほとんど修正しない、うん、ただしちょっとバイオレンス強いと、18歳は以下は見れないっていうその指定がつくっていうことだけだったんで、あのバイオレンスに関しては昔から寛大なんだよね。でそれは世界でも有名で、でまあ、このショックドキュメンタリーだけじゃなくてホラー映画なんかでも日本で公開されたやつが一番世界で一番ハードなバージョンだっていうようなね、うん、まあ、そういう、まあ、国ではあるので、だからまあポイントの修正無修正っていうポイントの違いで言えば、あの今回は修正は一切ないないと、無修正だからね。だからでこれはもう、うん、日本では全く初めて試みです。はい、でそれもあの 4K リマスター版といってクリアな映像で超クリア、はい、で、うん、これドイツで作られた 4K リマスター版に、オリジナルはモノラルなんだけど、あのアメリカで実はあのビデオ発売するときにステレオ版の音声を作っていて、でその音声を今回その 4K マスターに合わせた。これはあのヨーロッパで、こうその 4K のブルーレイとかも出てるんだけど、うん、それでもやってない世界初バージョンですよね。素晴らしいですね、素晴らしい日本バージョン、はい、これをスクリーンで見ることができる。これはもう僕もね、まあ、オンラインで見てるんで、もうぜひこれをねスクリーンで見たいですよ公開してる時に40年ぶりにやっぱスクリーンで見たいです。でこれあのここに、ね、コピーあるけど世界各国で上映中止してあるじゃないですか。この83年当時上映中止になりました。イタリア自体、うん、これイタリア映画なんだけど最初に公開されたのはイタリアで、イタリアね、
で大ヒットしたんだけど、はい、で大ヒットした途端に裁判所かなんかがフィルムを没収しちゃって、イタリアで裁判になって、はあはあ、で映画の中で人が殺されてるんじゃないかって言って裁判になって、ほう、 でもまあでその理由も一つとして、もう監督が、はい、あのキャストって案外こう若手の新人俳優を使ってるんね、うん、ほとんど、まあ、1人あの案外ベテランも入ってるけど、はい、その殺されちゃう若い4人は全員新人 で、はい、で契約で1年間は新しい他の映画に出るなと、はい、要するに彼らは本当に死んだんだと思わせるようなあのことをやったわけ。なるほど。その制作の要するにもうこれは本当のフィルムが見つかったんだみたいな、実話として言ったわけですね。実話として作るがもう歌ってたので、はいはいはい、でそれで裁判所が殺されてんじゃないかって言って、うん、でも実はこう生きてますよってこうだ、ね、その役者たちも出してっていう、多分そこは大丈夫になったんだけど、うん、その後そういうイタリアっていうのはその動物の虐待シーンとかやっちゃいけないっていう法律があって、うん、そういうあの、まあ、動物シーンが問題になってさらに裁判が続いてっていうことで、もともとこうすごくあのユナイト映画ってそのメジャーですよね。今 MGM UA って言って、まあ、吸収されちゃったけど、はいはいはい、大手がすごい高い値段でヨーロッパの権利全部買ってくれたんだけど、はい、あのそういう裁判で止まっちゃったんで、うん、あのお金返せとか言われて、もうそれから案外大騒ぎになったらしいけど、でヨーロッパ各国で上映は中止になったところもあるわけですね。だからしばらくできなかった、ね、上映できなかった、うん、裁判中とかね。そういうことか。でその後、まあ、あの大手じゃなくてちっちゃいところがやるんだけど、うん、まあ、結局あの、まあ、そういうのこういうのすごい厳しい国は、うん、ね、イギリスなんかもやっぱりそのまんまじゃ当然できなかったんで、はいはい、それで、まあ、どんどんカット版がやられたりとか、はい、でアメリカなんかは、まあ、あのそのままやったみたいだけどね。まあ、そうなんですね、うん、だまあ、あのいろいろあの厳しいところ国々ではまあ、何カ国上映中止なのかとかそういうデータはないけれども、まあ一応中止にはなったんだね、まあ、うん、中止は日本はどうだったんですか。日本は全然、まあ、この監督も言ってるけど、はい、そもそもの企画の段階で、うん、あの日本とドイツがこういう映画好きだから、うん、こういうの作ったら売れるからあのやってくれってだあのそういうまあ、頼まれて始まった企画みたいな。あ、日本の映画プロデューサーか何かが、うん、日本はこういうの絶対好きだから、ね、っていうよりまあ何か誰多分その時に日本の買い付けのね、うん、バイヤーの人たちがこういうのあって作るけどどうかみたいな話があって、うんうん、これだったらもうこれ絶対買いますからみたいなこと言ったんだと思うのね。はいはい、それでそういうところからもうどんどん企画で、まあ、進行するんだけど、途中でこう途中まで撮影したフィルムを案外こう、世界で映画マーケットって日本一が、はいはい、AFM とか見返すけどね、カンヌとかね、うん、でそういうところに撮ったフィルムを送ったらしいよね。おうおう。でそこで、まあ、あの特別フッテージ上映みたいなことをやったらすごいぞこれみたいになって、もう買い付けのバイヤーたちが騒然となって、うん、でこれはもうすごい売れるって言って値段がどんどん跳ね上がってきたんで、そこ あのセールスカンパニーの人があの監督に電話かけてもっともっと人を殺して動物殺せとかっていうふうに言って過激になって、でこれができた監督が串刺しシーンを撮ったっていう有名な話が。日本というか世界はこの当時20世紀フォックスが配給しましたよね。いや、日本だけなの。あ、そうなんですか。だからあれは日本のフォックスの日本支社が配給したんだと、うんうん、はい、で他の国はそれ別々な会社で、うん、あ、そうなんだ。で、うん、ヨーロッパの最初はユナイトが配給したけど、でもそれ降りちゃったから、うん、あとはそういうもうバラバラ、もう独立系が、うん、で20世紀フォックスが配給したのは多分日本だけだと。アメリカは20世紀フォックスじゃないの。うん、独立系の会社。じゃあ当時の日本20世紀フォックスはそういうなんか買い付けもしてたってことですか。そういう映画ってね、たまにあるのよ。あるんだ。うん、案外どこ日本だけっていうわけじゃないのかもしれないけど、うん、例えば、まあ、マッドマックスの最初のやつなんかも、うん、ワーナーの日本のところが、あれワーナーですか。ワーナーがもともとだからオーストラリアの独立プロの作品だったけど、はい、ワーナーが最初日本のとこだけやったっていう、だけどヒットしたんで全部世界撮っ
取ったっていう、あ、そういう流れなんですか。で一応日本支社が、まあ、結局最終的には、ね、本国の、ね、OK は取るんだと思うんだけど、その食人族の二次征服階級っていうのはもう特別あのなんか異例なんじゃない。二次征服ホークスのアメリカ本社は日本だけじゃ OK だみたいな、 OK 言ったのかどうか分かんないけど、だから当時その、はい、うん、これちょっとこう業界的な、うん、あのね、裏話みたいになっちゃうけど、二十世紀ホークスの映画っていうのは、うん、あの洋画の劇場の系列でいうと大体こう東方系っていうところでやっている、うん、そうですね。だけどこの食人族は松竹東急系っていうところでやってた。なるほど。それもだからちょっと他いつものホックス映画じゃないっていう。東方系ではこれ流れてないわけね。流れてない。あ、そうなんですか。で、要するに洋画の大手でいうと20世紀ホックス系は東方系 で、うん、そうですね、ワーナーは絶対松竹東急系ってほぼ決まってたんです。そんな感じでしたね、うんうん、だけどこれはね多分その日本独自の配給だったっていうのもあって、うん、多分松竹東急系でやって、そうですね、だから渋谷東急で僕が見たからね、うん、なんかそういうんでちょっとね、うん、異質なあの異例の配給ルートで、なるほど、あのドキュメンタリーの中では監督が、うん、実は日本の権利はベネズエラの会社がオプションで持ってて、うんうん、でその権利をどっか別の会社に売ったっていう証言があるんだけど、だから最初は日本が直で買ったというよりはそのベネズエラの会社が日本の権利も一緒に持ってて、持っててでそこからその人から、まあ、どういう人か分からないけどベネゼウラ売りに来たんじゃないの。怪しいね。怪しい。あ、それで その、ね、そこにあのホックスが配給っていうのがね、またメジャーな、だから案外ニューステイホックスがこういうの配給するって、ね、言って話題にもなったんだよね、うん、で結局、まあ、ニューステイホックスにはそういうもう宣伝の神様みたいな人たちがいたんですよ、はいはいはい、そうですね、当時ね、もうそのテレビ CM とかをもうどんどんバンバン打ってね、で、うん、もう あなたは食べる食べられるみたいな CM が有名だけど、 ね、それをこう、すごくやってましたね、うまくやって15億いったから、そう当時すごいよね、すごいですよ、うん、当時のだって洋画の配給収入の公衆のベスト10に入ってんじゃないですか、洋画の中の9位だかなんで、でまあ一説によるとほぼ同時期に E.T. が公開されてて、E.T. がもう大ヒットして入れきれない人がこれ見に行ったっていう説もあるんだけど、E.T. を見れなくてこっちにね。でも E.T. はねその前の年の12月から公開されてたから、そうですね。E.T. は1月15日とか正月第2弾なのね、なるほど、公開されたのが、だから。はい、もうだいぶ落ちてきてたはずだから E.T. がね、うん、でもそもそもそあの別にそれであの入れなかった人が見たというよりは行ったんでしょ、だって行きましたヒットしたんだよ、とにかくだからすごい並んだもん、うんうん、覚えてるから、とにかくこういうのがあの、うん、日本の観客は大好きだった、そうね、だから大好きだったっていう話なんだけど、うん、やっぱりこの下地があるわけですよね、下地があるの、この食人族に83年でしょ、そうそうそう、ここに行くまで、うん、やっぱりこういうグレートハンティングとか、うん、もう大元はね、この世界残酷物語っていうグエルティエロ・ヤコペッティ、これも見てますよ、見てるでしょ、うん、これ62年なのよ、そんな古いの知らなかった、1962年60年にイタリアね、生まれた時に年に作られた映画、はい、だからもう60年前だよね、それが大ヒットして、うん、でいろいろ続世界残酷物語とか、うん、このヤコペッティ映画って一本サラバアフリカとかね、あのいろいろあるわけ、うん、それが、ね、あの大ヒットしたんで、イタリアでは案外そういう似たようなね残酷ショックドキュメンタリーいっぱい作って、でそれ日本でやるとみんな案外入ったんで、あの、うん、ずっと続けて、まあ、このスタッフの一部が、はい、まあ、カメラやってた人とか、うん、編集やってた人が作ったのがグレートハンティング、これもイタリア映画ですか、これもイタリア映画で、これが75年作られて76年に日本で公開、これ76年、うん、でこれももうまさにその私なんかはかあのなんかこれ初日に並んだ派だから、これ江戸さん劇場で見てますか、初日に行った初日に行ったこれ76年だと僕はあの9歳ですね、うん、そうだからみんな9歳だから見てないわ、行っちゃうんだよな、あのあ9歳か9歳、うん、でも俺見てるんですよこれ、これも R 指定ですか、これもだから指定なかった、当時は当時 R 指定なんてなかったもん、親と見てる、成人映画か一般映画かだったから、じゃあ別にあの子供でも見れた、見れた、
じゃあ俺親と言ってるかもしれない、うん、これライオンが人間食べるシーンすごい覚えてますからね、うんうん、ここに写真がありますけど、このヤコペッティっていう人もさ、はい、そうだし、このグレートハンティングもそうなんだけど、はい、まあ、基本ドキュメンタリー映画なんだけど、はい、そのヤコペッティ映画の有名なところは全て作り物、はい、作りっていうかやらせドキュメンタリーなわけですよ。そう、これでも嘘ですよね、うん、でほとんどがね、まあ、本物ももちろんあるんだろうけど、でもそのセットっていうかそういう状況を作って撮るから、はい、やらせドキュメンタリーだし、このグレートハンティングのライオンに食べられるなっていうのは、はい、これ今昔はビデオとかなかったからコマ、ね、送りとかできないけど、はい、今そうやって見ると、はい、人形なんだよ完全に。この足今食べてますけど、これは人形です。人形なの。だからこれそもそもこれはもともとが動物ドキュメンタリー映画だったんだけど、はい、腕残っちゃって、はい、でそれでしょうがないんでどうしようかって言って、はい、なんかちょっと近くの公園かなんかに行って、なんかこう8ミリかな16ミリだか知らないけど、それでライオンに食われたっていうシーンを付け足してこういう映画にしたんだよね。ひどいね。そうしたらそう。それで大ヒットしてしまったんで、これも社会現象になりましたよ。大現象でもヤコペッティもそうだし、だからヤコペッティのスタッフが作ってるから、はい、要するにこういうものは作り物でやると、はい、やっていいという人たちが作ったもので、はい、全部70、これも70年代、これも70年代後半だね。だから1が当たったからどんどんすぐ2を、これすぐ作りましたね。日本の配給会社がさ、どんどんやってよっていうふうに言うわけですよ。そうですね。どんどん作られていく、そうね、その中のそういう流れがね、はい、食人族を生んでいくわけ。これは2じゃないんですね。84、これは3だよね。3本目。これ3なの、うん、これなんかは、うん、イタリアでも公開されてないからね。これ日本だけですかね。だからこういうのでもね、残酷人食い大陸とかも日本とイタリアの合作とか、もう案外こうお金とかも入れて作ってもらってるのとかが案外ある。だから一番有名なのはこれですよね、うん、そう、これはイタリアではないけど、うん、でもジャンク、うん、ジャンク、ジャンクね。これは日本映画ですよね。なんかよく分かんないんだけど、その1本目はね、多少なんかそれ大元はあるみたいだけど、はい、その後のシリーズ全部ほとんど日本で作ったみたいだよね。これね、うん、だから日本の AV メーカーの人がね、自伝で書いてましたけど。だからそう、案外そのドキュメンタリー、海外で作られたドキュメンタリーっていう形で日本で劇場公開した作品はすごく多くて、でそういう、まあ、観客側も、まあ、知ってか、まあ、それはどっちでも誰が作ろうが、そういうものを見たいっていう欲求というか好奇心旺盛な観客の人たちがいて、でそれでそこの、まあ、映画のビジネスが成り立っていたんで、まあ、ここにちょっとないけど、カタストロフ世界の大惨事とかね、はいはいはい、ああいうのを、今は逆にそういうのはテレビとか YouTube とかで見れちゃうんで、うん、はい、あんまりこう映画作品としてまとめるってことまでしないことが多いんだけれども、当時はなかなかこういうものを映画館に行かないと見れない、うん、テレビでは本当にすごいシーンを見ることができないっていうこともあって、うん、劇場にこうみんな足を運んだっていう流れだよね。でこういうのがあって、これがだから70年代後半バーッとあって、それからここに行くと、うん、だからそういうのもあって、だからイタリアで、うん、いろんな、まあ、この前にもこういう食人族ものって何本かあるんだけど、これがカランバ、カランバじゃなくて今ここにはないけど、はい、この監督自体もカニバルっていうのを、カニバルか、うん、で、あと緑の魔行っていうのが ありました、ね、魔界の羅族か、はい、ウンベルト・レンツィ監督で、それも日本で公開してるんだけど、うん、基本的にほぼドキュメンタリーみたいに言ったけど、まあ、それってどっちかというと食人族ほどドキュメンタリーっぽくなくて、うん、基本ドラマなん で、うん、であんまりなんか話題にならなかった。なるほどね。食人族はもう徹底してそこのまあ、ドキュメンタリーっていうのと、うん、はい、この映画が発明したもう一つ大きなところはファウンドフテージっていう、ファウンドフテージ、その後結局ブレアウィッチプロジェクトとか、はい、まあ、エクストリームで配給したアントラムなんかもそうだけど、あ、そうですね、こんなフィルムが撮影されたのが見つかりましたっていう設定ね、はいはいはい、でこれを開発したのがこの食人族だって言われて、これね、まあ、もちろんそういう設定自体のやつは初めてではないんだけど、これほどちゃんとホラー映画っていうかショックドキュメンタリーとして作って
あの世界的に話題になったのは本当これが初めてというか、だからそこがもうそういうもののルーツって言われている、うん、画期的だったね。そうこれはね、いやだからそれ徹底してやってるでしょ。それ映画見てもらうと分かるんですけど、すごいねこれも。それあのフィルムが見つかって、それを、うん、まあ、どういうふうにことになったんだっていう、それを 探索隊みたいなのが行って、で最後にフィルムこんなものが撮られてましたって言って、ひでえことやってましたって、結局そのドキュメンタリー撮影チームが行って食人族に食われちゃうんだけど、うん、結局その人たちがひどいことをいっぱいするから食われちゃうわけで、そうだね、で食人族より普通 の、 あの、うん、人間がひどいっていう、食人より族よりその探索に行ったあのカメラマンたちがひどいってことだね。そうそうそう、あいつらがこのジャングルで原住民の人たちにとんでもないことするわけじゃないですか、うん、食われて当然だったという、そういう設定も含めて、うん、そう社会風刺とか、ね、ちゃんとこう非常によくできた、そうメッセージ性があったよね。そう、うん、どっちが食人族か分からんみたいな、そうそう、うん、だからイタリア映画ってさ、このルッチオ・デオダートっていう監督、当時まだ39歳、案外若手のバリバリっていう感じだったけど、もともとのロベルト・ロッセリーニってね、イタリアネオ リアリズムっていう、その案外こうリアルなあのすごいいい映画をいっぱい撮ってる名匠の助監督をやっていて、だから案外リアルなものを作っドラマを作るっていうことってどういうことかとを知っていたし、その後いろんなこう娯楽、イタリアの娯楽映画ってね、それこそマカロニウエスタンとか刺激アクションとかいっぱいあって、であのイタリア映画って案外こうアメリカ映画の真似をして世界に売るっていうのが、あのまあそういうマカロニウエスタンとかね、そうそう、でそういうことも全部知っていた監督なので、なるほどね、どういうものを作れば世界的に売れて話題になるかっていうことのテクニックも、はい、やり方も知っていた監督なんで、なるほど、ね、だからすごくうまく作っていて、はいはいはい、なんか嘘くさくないじゃない、なるほど、ね、そこはね、低予算 の、 あのひどい映画とかと違って、はい、あの本当低予算で作ってるんだけど、うん、すごくリアルで、はい、あのでここまでやっていいのかっていうところまでやれて、そう、ね、やりましたね、うん、でそのちゃんとあのこう、まあ、40年経って見ても全然古臭くないっていうところが、そう、そこすごいよね、だから40年ぶりに僕も見直したけど、うん、今見ても新鮮だなっていうのがありますよ。でこれはさ、うん、やっぱりスクリーンで見たらみんなびっくりするよね、多分、うん、だから本当5月5日子供の日にね、子供の日にやる、子供の日にやるのがやっぱりこれ、素晴らしいことですよ。すごいよね、はい、どうなるかちょっとね、エクストリームはやっぱりこ の、はい、このをやるために作られたレーベルといっても過言ではな い、 い、ね、最終兵器だね、うん、食人族で、そうそうそう、だからアントラム、あ、まあね、1本目じゃないけど、アントラムもあって、だからあの流れではあるんで、うん、そうですね、うん、ここでちょっと今までのね、うん、マイナスを挽回したいと思ってるんですよマイナスなんですか。マイナスです、今毎月のように劇場公開やってますけど、結局エクストリームレーベルの存在意義、はい、これはですね、これのためにあったのよ、これに変わってる、いろいろ今いろんなこう B 級 C 級ホラーやってきたもね、それを映画館でかけるっていうことをやり続けることの素晴らしさ、そう、多分ファンの皆さんはね、分かってくれてると思うんだよね、うん、たまに当たるのがあるんだけどね、うん、この間のキラーカブとかにとか、あれは大ヒットじゃない、大ヒットです、あれはすごかったね。だからああいう作品をちゃんとスクリーンで、うん、今まではなんかこう、ね、未公開ビデオで終わってた作品で、うん、案外こう結局うん、まあね、我々マーケット AFM とか行って、はい、すごいこう B 級のホラーとかすごい大劇場で見ると、うん、案外面白かったりするんだけど、そういうのを結局日本で出す時にはね、ビデオだけでしか出せないかったりとかするんだけど、そういうのを DVD ストレートとかね、ちゃんとこうスクリーンで上映できるっていうか、うん、それがやっぱりね、うん、やる本当に意義がずっと あったと思う。あ、やってよかった。それが続けたことによって食人とか、そう、最終的にここに今たどり着いたんで、これでちょっとドカンとね行きたいなと思ってますよ行ってください。当時15億いってますからね、うん、じゃあ1億ぐらい行くんじゃないですか。 1億ぐらい行くんじゃないですかね。行ってほしいですね。行ってほしいね、うん、まあそんなわけで食人族5月5日よりぜひ全国ロードショーだな。これはやっぱり一生に一度は絶対見なきゃいけない映画ファンは、ね、多分映画好きファンとかホラーファンはやっぱり映画館でスクリーンでこれを見るべきですよね。今まで多分、ね、うん、見たり、いやもうその当時すごい大ヒットしたけど、うんうん、今の若い、ね、観客層っていうか、ね、人たちは
もう全く、まあ、映画自体知らないかもしれないけど、これは存在知らないですよ、うんうん、だから結局あの DVD のレンタルも一部の店舗しかないし、うん、あそうだからこれも結局買おうと思っても、ね、なかなか買えない時期があってさ、Amazon で売ってないよね。Amazon は取り扱いされてません。これ NG なんだよね、Amazon だから楽天でしか売ってないんだよね。楽天のそう楽天、まあ、買おうと思えば買えるんだけど楽天レンタルとかにもあんまほとんど並んでないでしょ、ないですよね、レンタルもないです、うん、で楽天も楽天でしか買えなくて、あと配信もないですよね。配信もない、配信ないね、はい、だから U-NEXT でもやってない、やってないです、どこもやってないです。だから見る術がないんですよね、うん、この映画館でぜひ、もう5月から全国ね映画館で見てください。まあいろいろこう映画見てびっくりすることってあると思うんですけどね、はい、これほどすごいものはそうないですないよね、うん、そう簡単には見えないので見てください、ぜひ見て、あのこれはもうほんと一生の語り草になると思うんで見てください。まあいいと思う人もいるしひどいと思う人もいるかもしれないんだけど、でもこれは見る価値がある映画だと思いますね。見てください、うん、じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。